キラリ、どこに行くんだよ。早く家に帰ろう。せっかく早く学校終わったんだから。くんくん、匂う匂うわよ。なんだか今日は桜町に事件の予感がするの。またそんなことを言ってる。探偵もののアニメを見すぎじゃないのか。あ、見て見て、レウン、お寿司屋さんの人、なんだかすごく困ってそうだよ。よし、サクッとお悩み解決してあげよう。ああ、また厄介ごとに付き合わされるよ。本当に僕の身にもなってほしいな。さあさあドレスに着替えて、世界一のお姫様、踊りましょう。おじさん、どうしたんですか？何か悩み事でもあるんですか？ああ、実はね、うちの大事な魚のネタがなくなってるんだよ。一体どこの誰が盗みやがったのか。ちゃんとドアは閉めてたんだけどね。なるほど、わかりました。お魚泥棒ですね。私が捕まえてみせます。また勝手に突っ込んでいってるよ。本当かい、お嬢ちゃん。もし犯人を捕まえてくれたら、お寿司ごちそうするからね。それでキラリ、どうやって手がかりを見つける気だい？わかんない。やっぱりだと思ったよ。まあまあ、とりあえず周りを探索してみようよ。何か見つかるかもしれないし。あれ？何これ？これもしかして魚の切り身？なんでこんなところにあるんだろう。にゃー、わかった。あの猫ちゃんが窓から侵入してお魚食べたんだ。キラリ、その体勢ちょっと疲れるでしょう。レウン、私届かないからお願い。はいはい、わかりました。まったくもう誰も周りにいないよね。せーの、ほら泥棒猫ちゃん、こっちにおいで。よっと、捕まえたよ。よし、じゃあお寿司屋さんのおじさんに報告しに行こう。わー、いただきます。いや、まさか猫が犯人だったとはね。次から窓もちゃんと閉めるようにするよ。ありがとね、美男美女カップルさん。カップル？そんなのじゃないですよ。おじさん、ここのマグロ美味しいですね。猫ちゃんも盗みたくなる気持ちわかるな。たくも、キラリは全然動揺しないな。キラリ、もう今日は満足しただろ。早く家に帰ろう。何言ってるの、レウン。あそこにまだ寄ってないでしょ。私たちの探偵事務所。さ、行こう行こう。探偵事務所。はじめの方はどんなところに連れて行くんだよと思って一人でドギマギしてたんだけど、まさかこのホテルのこんなところにあるなんて。オープンしてるけど、多分いつも通りお客さんまだ入ってないよね。お邪魔します。おやおや、キラリちゃんとレン君、こんばんは。前も言ったけど、オープンした後は制服はやめてほしいって言ったんだけどな。まあまあ、そんな固いことは言わずに、ここは私たちの情報源ですから。すみません、オキさん、キラリがいつもわがままばかりで。いいよいいよ、二人には僕もお世話になってるからね。ぷはー、やっぱりここのオレンジジュースおいしいな。ところでオキさん、何か依頼は来ているんですか？残念だけど今のところ何もなしだ。そうですか、わかりました。ほらキラリ、もうお店もオープンしてるんだし、そろそろお客さんもやってくるよ。早く出よう。また何かあったら報告するよ。それじゃあね、二人とも、次からはちゃんと私服に着替えてこようね。あれ、バーに高校生？まずい、キラリちょっと戻って。あれ、今なんか高校生がいたような、気のせいかな。はあ、よかった。ヒヤヒヤした。まさかうちの佐藤先生が来るなんて。マスター、聞いておくれよ。ヒック、最近特に悪いこともしてないのに、また学校で悪者扱いされててね。そうなんですか。具体的にどういった悪い噂が？わしはあんまり詳しくないんじゃが、うちの学校に七倉ココちゃんっていう有名なアイドルがいるんじゃ。その子が最近先生方に狙われているっていう噂を聞いてね。なぜかやっぱりわしの噂が広がっとるんじゃ、何もしとらんのに。ああ、なるほど。それはお気の毒です。でも、その子大丈夫なんですか？大丈夫じゃろ。
科学の授業の単位が足りなくて少し補習があるらしいが、鈴井先生は真面目じゃからな。大変、レウ、ココちゃん危ないよ。絶対なんかされる。何もされないよ、心配しすぎ。それにうちの先生たちはみんな真面目そうかって言われたら何とも言えないけど。ココちゃん、私ととっても仲がいいんだ。だからもし何かあったら私どうしよう。うる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 。もう分かったよ。分かったからそんな顔で見つめないでよ。少しだけ学校に見に行くだけだからね。分かった。七倉、いけない子だな。単位が足りないなんて、先生もこんな夜遅くまで付き合ってあげてるんだからな。感謝しろよ。どうしよう、早く帰りたいのに。レウ、物音立てちゃダメだよ。バレちゃうから気をつけて。あのさ、キラリ、なんだいその姿。なんだって、私たち探偵だよ。ちゃんと姿をバレないようにしなきゃ。マスクと帽子は必須アイテムでしょ。旗から見たら一番怪しいよ。確か科学の授業って言ってたから理科室がこっちにあるはず。いた、ココちゃんアイドルなのにこんな夜遅くまで補習されてる。レウ、絶対何かあるよ、助けないと。でもまだ何かあったわけじゃないからどうしようもできないよ。そうそう、いいぞ七倉、その調子で元素を融合していくんだ。なんだか意識が朦朧としてきた。こら、そこまでですよ。ココちゃんに変なことしようとするのはやめてください。シュッ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 。はあ、言わんこっちゃない。我慢できずにすぐ行っちゃうんだから。仕方がないな、僕も準備しておくか。もしかしてキラリ？え、なんでわかったのココちゃん、すごい。あんた帽子とマスクしててもわかるね。なんだかよくわからないけど、もう一人可愛い子が増えたってことか。仕方がないな、君たちにはとっておきの薬を用意してあげるよ。何これ、体の力が抜けていく。キラリ、ごめん、私も起きてらんない。聞いてきたみたいだね。ま、君はマスクをしているからもう少し経ったら動けなくなるよ。ココちゃん、ココちゃん、しっかりして。ココちゃん、もうレンタラ何してるの。よし、一人寝たな。それじゃあとっておきの惚れ薬で。惚れ薬ってもしかしてこれのこと。なんだ君、いつの間に後ろにいたんだい。それをよこしなさい。やだね、俺もこんなものいらないけど、あんまりいい趣味とは言えないな。ほら、返してあげるから取ってみなよ。くそ、返しなさい。あれ、え、どこに行った。今何が起きたんだ。そこで警察が来るまでじっとしてな。ほら、しっかりして。とりあえずここから出るよ。もうレン、来るの遅かったよ。何してたの。この子が眠ってから登場しようと思ったのさ。正体バレたくないからね。ココちゃん、よかった、何もされなくって。ありがとうキラリ。キラリが来てくれなかったら私今頃スズイになんかされてたかも。でも気のせいかな、私の家までキラリが運んでくれた。なんだか男の人が運んでくれたような。ああ、それはね、うん、星野さん、あの先生が呼んでたみたいだよ。あ、レン、ちょうどよかった、ココちゃんがね。わかったから、ほら早く行こうね。何、正体バラそうとしてるのバカ。あ、ごめん、私バレてたからもういいかなと思っちゃった。明智蓮くんだっけ、なんか助けてくれた人の声に似てるな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。